本当に2週間3週間前からもに本当に大切な親友を亡くして本当に辛い立場になって本当に自分自身では戦えないかなって思うような精神状態までいって体の体調コンディションだったりも本当に今までないようなパニック状態だったんですけどでもやっぱり僕は格闘家なのでこれは戦うっていうことでメッセージを残せるなと思ったから僕は戦いましたしやっぱり僕はリングで輝くことが大きな力になるんじゃないかなと思って本当にただそれ一心で今回リングに上がって本当に兄も辛かったろうに僕にぴったり寄り添って本当に今回は2人で戦ったなっていうようなイメージがあります、はい、その亡くなられたご親友に関してなんですけども、はい、何かこう心の中でこうメッセージみたいなのは伝えたんですか。そうですねやっぱり12月31日は一緒に入場したので行こうなってVTR にもありましたけど僕もああいう舞台裏の声っていうのは初めて聞いてやっぱりそうだなってまだまだ僕たちは格闘技で輝けるもっともっと輝けるもっともっと先に行けるもっと未来があると思っているので今回の試合も通してですけどやっぱり僕は生き様をリングで見せるっていうことに尽きるなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問は。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。まあ、今のご親友、まあ、本当に幼い頃がエバ畑で、はいはい、お母さん作ったガパオライスを食べ合った中で、はい、あ見てくださってありがとうございます、はい、他局ですけどね、はいはい、まあ、そのところから結構世間的にもああそういう仲なんだというのを気づいて、はい、まあ、もらえたと思うんですけれども、はい、まあ、その流れで、はい、まあ、去年その3人で、はい、まあ、ノックアウトのベルトを、まあ、彼が語りかけて、はい、入場したわけですけれども、はい、江端選手は、はい、試合前に輝き続けることが一番喜ぶことなんじゃないかとおっしゃってましたが、はい、この辺に関しては、あ本当に、はい、3人の夢でもある僕たちは格闘技でトップになって輝くっていうのを約束したので僕たちはまだまだここから輝けると思うのでこれからももっともっとリングで輝けるように本当に雷神っていう大きな舞台でこういうふうにスポットライトを当ててもらってで僕たちがずっとやってきたキックボクシング人生っていうのをこう照らしてもらえるっていうのはすごくありがたく思ってます。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。すいません、日刊スポーツの高場です。こんにちは。こんにちは。辛かったと何度もおっしゃってましたが、はい、ご親友が亡くなったことを聞いた後、はい、練習は変わりなくできたのか、それとも少し休んで。そうですね、ちょっと休んで、いました、はい、どこをきっかけにまた練習を再開。そうですね、もうでもすぐ切り替えようと思ってトレーニングは再開、まあ、してました、はい、3日4日、1週間ぐらいで、はい、なんかちょっとその辺はなんかぼやぼやぼやしちゃっててあれですけど、いつからスタートだったのかななんていうのはちょっと曖昧なんですけど、はい、うまく切り替えれたかなとは思ってます、はい、でもそのやっぱり少し練習する気にはならなかったという。いや、もうそこは本当に切り替えて周りの方のサポートもありましたし、本当に双子の兄のサポートのおかげで本当にぴったりくっついて朝も夜も、はい、私生活の方も励まし合いながら2人で進んできました、はい、ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。今日は、まあ試合終わってリング上で、はい、先ほどからお話されている親友のお話されましたけど、はい、今日はその感覚的には3人でリングに上がったという感覚で、はい、今日は戦われたんですか。はい、本当に3人で入場してるなという感じをしながら、はい、入場しました。何かその三浦さんのゆかりのものを、はい、今日持ってこられて、はい、いえ、もう特にはなくて僕たちの心の中ではしっかり春馬はいるし戦って一緒に戦ってくれてると思うのでより近くで戦っていると思います、はい、今後はどうですか。3人でこのまま戦い続けるのか、はい、これからはもう江端さんのこう生き方を示すことがその供養になっていくのか。そうですね、特別その供養だったり何だっていうのは考えてなくて、僕たちはまあやることが本当に格闘家としてやることがあるので、で誓った夢
があるので、もう本当に自分たちが輝くっていう、本当にあのただぶれないっていうだけの話というか、もう本当にぶれずにまっすぐに、あの実直にあの夢を追いかけて、これからもまっすぐ生きていきたいなと思ってます。誓った夢っていうのはその、はい、まあ、ベルト巻かれてますが世界一を、そうですね、やっぱ格闘技で輝くっていうことです。